うまい料理といちこハイボール。いや、いいんじゃないですか。優しくくる甘さ、本当に合うから、すごい味わい、香り、透き通るいちこハイボール。いい、新しいの出た。飲み仲間といちこハイボール。どう？今まで本当にあったんじゃないかぐらい。いちこのハイボールもあるんだぞ。本当に美味しい。味わい、香り、透き通るいちこハイボール。いい、新しいの出た。うまい料理といちこハイボール。完成です、ね、ありがとうございます。早く食べましょう。はい、いや、いいんじゃないですか。優しくくる甘さ、余韻がさーっと、これは飲んじゃうな。すごいいろんなつまみに。そうですね、合いそうな。これオールマイティーなんですか。本当に合うから、すごい味わい、香り、透き通るいちこハイボール。いい、新しいの出た。失礼します。はじめまして、ムラツヨシと申します。栗原です。よろしくお願いします。いいですね。やった、完成ですね。 ありがとうございます。絶対うまいじゃないですか。飲みましょう。はい、これまだ飲まれてないんですよ。飲んでないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。いただきます。あ、全然想像と違いました。どうでした？甘さが、そうなんですよ、なんだろう、後だけヨワーンと、優しくくる甘さ、これは飲んじゃうな。そう、いただきます。はい。いいですね。いいですね。で、ご自分が作ったのと、いや、いいんじゃないですか。なんていい時間だ。すいません。あ、どうした？あ、美味しそうな匂いしたんで。下町のハイボール行ってよ。本当に美味しい。受けの天才っていうか、うん、いい。どの料理もちゃんと合わせてくれるというか、うん、受けの天才。絶対言うと思った。おい、絶対言うと思った。絶対。いいハイボールできました。味わい、香り、透き通るいちこハイボール。新しいの出た。長い付き合いになりましたね。今日はその人を待って。あら、来た。室さん、おしゃれして。あ、ちょっとおしゃれして、ちょっと、はい、コンセプト合わせてきた。あ、おしゃれして、ちょっと恥ずかしいね。あれ、もうね、2、3周回ってるんですよ。先輩後輩として口喧嘩もやってきましたから。あ、そうですね。中途半端な仲の良さじゃないんですよ、もうね。で、あ、いや、いい。最初入れさせて、最初入れさせて。うわ、ようこそ。せーの、お疲れ様です。お疲れ様です。どう？いつもハイボールなんですよ。あ、ウイスキーのハイボールが多いですか。はい、今まで本当にあったんじゃないかぐらい、本当馴染みえる。だから誰にでもなんかもう手出しやすい。本当に美味しい。今ってハイボールイコールウイスキーのソーダ割りってなってると思うんですよ。イチコのハイボールもあるんだぞ、麦焼酎のハイボールもあるんだぞってことは、これから伝えていきたい。うん、そんなムロツヨシです。やめろそれもう。いいハイボールできました。味わい、香り、透き通るいちこハイボール。イエーイ、新しいの出た。あら、来た。おしゃれして。あ、おしゃれして。おしゃれして。ちょっと、はい、コンセプト合わせてきた。あ、おしゃれして。ちょっと恥ずかしいね。あれ、2人でコンセプト合わせて。おしゃれして。よーい、スタート。まだ飲まれてないです。飲んでないです。じゃあ、初めての乾杯です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。あ、全然想像と違いました。どうでした？いやいや、どう違います？甘さが、そうなんですよ、はい、でもすごい好きだと言ったら甘さちゃんとあるんですよ、うん、いただきます。豚肉とブロッコリーのピリ辛。
ありがとうございます。なんていい時間だ。いいですね。いいですね。はい、いただきます。すいません。あっ、カブスの、わかる、キャベツと何が入ってるか。え、キャベツだけじゃないよ、わかる、風味。それぞれぞれぞれ。あ、これか、うん。え、わかる、エリンギ。はい、はい、もっともっとエリンギよりももっとこう山じゃない、海の方の、海、海の方の味だと思う。海、うん。え、エリンギとはやっぱ似てるけど切ったら、うん、あ、ホタテ。そうそう、あ、ホタテか。お前全然味覚なっちゃう。いやいや、もう何でも美味しいっていう、もう舌になっちゃってるから、うん。スタート。お笑いでは見に行きます。あ、すいません、ありがとうございます。お笑い大好きなんだよ。ありがとうございます。